子です。今日は2022年9月8日木曜日です。高松は朝から曇りで、午前8時過ぎの温度は24度をスマホで表示しています。予報は曇りから曇り時々晴れに変わりました。早明浦ダムの貯水率は 68% ぐらいで、昨日より4ポイント上がりました。今日は白露です。二十四節気では24節気の第15、この日から次の節気の秋分前日までです。大気が冷えてきて梅雨ができ始める頃、暦弁南では陰気八百を盛りて梅雨にごりて白色となればなりと説明しています。七十二候では草の梅雨白しで、草に降りた梅雨が白く光るですね。さて動画は昨日の続きからで、田町から南新町、亀井町、天神前、番町と目まぐるしく町名が変わっていきます。自転車も早いですからね。読み上げは南新町です。町名と場所が違ってきますが、ご了解願います。この記事だけではないですが、昔の有名な方の名前や地名が出てきますが、難読のためネットである程度調べましたが、振り仮名がないため誤読が多いと思います。参考にしてください。記事は載せますが、動画がメインの街並みですので、ほとんど非表示になります。中央公園に来ましたら、一旦読み上げを停止して高松市立中央公園を読み上げます。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。南新町、高松市。出典フリー百科事典ウィキペディアより。南新町は香川県高松市中心部の町長。郵便番号は 760-0051。 住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていない。地理高松市役所より 0.3 キロ高松市中心部の都心に位置し、高松中央商店街をなす南新町商店街、市道丸亀町吉林線を挟んだ西側と東側を町域とする南北に長い両側町である。東町の全域を占める南新町商店街は、南北に伸びた全長約310のアーケード付き自転車歩行者専用道路で、買い物客や通行人が行き交うほか、かつて高松城下を中心とした五街道のうち、仏正山街道と琴平街道がこの道筋を経由しており、常盤橋、現丸亀町ドームの北側から東町を南進して栗林町で分岐の後、それぞれ仏正山及び琴平へ伸びていた。以上で一旦読み上げは終了いたします。高松市立中央公園。出典フリー百科事典ウィキペディアより。高松市立中央公園は、香川県高松市番町一丁目にある高松市立の都市公園である。概要。高松市中心部に位置し、中央通り、菊池間通りと高松市役所に面している。総面積は 34.155 平方メートルで、地下には高松市立地下駐車場がある。一年を通して、さぬき、高松祭りや高松冬の祭りをはじめとする様々な大規模イベントが開催される。公園内には香川県出身の偉人の銅像をはじめ、芸術家によるアート作品が数多く建立されている。2006年、平成18年4月1日から管理運営業務を指定管理者、香川県造園事業協同組合に委託している。歴史。敷地は戦前まで、1588年に高松城築城と同時に宇多津から移転してきた城岩寺の敷地であった。1945年7月4日の高松空襲で寺院は全焼したため、跡地は1946年に戦災復興土地区画整理事業により、都市公園用地として確保されたが、実際には野球場建設地になり、1947年5月1日に高松市立中央球場が開場した。
1968年9月1日には地下部分に高松市立中央駐車場の供用が開始される。1982年、高松市西部に新野球場、香川県営野球場が整備されたのに伴い、4月17日に地上部分の高松市立中央球場は閉場、後に撤去された。敷地は本来の用途である都市公園として整備され、1985年6月に高松市立中央公園が完成、1986年4月5日に全面オープン。主な施設。自由広場、公園の中心に位置する芝生広場。木陰広場。石の広場、屋外ステージ、池、滝がある。ちびっこ広場、ジャングルジムなどの遊具がある。四季の道。時計台。芸術作品、彫刻。香川県、讃岐の国出身者の銅像。水原茂。三原修。菊池寛。国藤てるた。玉梶造国。小郷健三郎。遺憾書を略いたします。以上で、読み上げは終了いたします。2015年国勢調査による人口は94人、男41人、女53人、世帯数は42世帯、面積は 22,165.94 平方メートル、人口密度は 4,240.7 人パー平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は全域が新番町小学校、紫雲中学校に属している。町内における都市計画法に基づく用途地域は全域が商業地域で、容積率は国道11号高松北バイパス沿いが 600%、それ以外が 500% である。歴史。町名は城下町の南に新しく作られた町の井で、北半分が1丁目で、南半分が2丁目であった。1640年、寛永17年の高松城海図には見えず、南新町一丁目水町に、宝永御母子年会社、とあることから少なくともこの頃には存在していた。江戸時代の登頂からは多くの文人を輩出している。原文から安永年間頃の俳人加盟所得は、松雲軒と合祀、菓子商を営んでいたようである。1757年、宝暦7年に梅薬商の家に生まれた画家長町武石は、諸種の画法を収め一家をなし、1806年、文化3年に没した。門弟には中川生まれ、青山石積、西原竹屋などがいる。また画家亀井藤敬も東町出身で、京都、長崎に遊学に際して清戸新南瓶の画風を学び、1816年、文化13年に没した。東町における大店の一つ、池田屋呉服店は享保年間に細慶太四郎が創設したと伝えられ、主に絹物類を販売して藩から御用商人に指定されている。大店にはこの他に池田屋、布製紙屋、三倉屋があった。三倉屋は元備前富山城主と伝えられ、八代目市田優が1849年、嘉永2年に死去している。1761年、宝暦11年と1766年、明和3年に、与謝蕪村が讃岐を訪れた時に道家に投留したという。また、三倉屋は池田屋と同じく御用商人の一人で、藩から扶持米を給されていた。一田優の代に池田屋が三人扶持であったのに対して三倉屋は五人扶持であり、その頃の俗用に、あれはお嬢の三倉屋か、と謳われたほどの資産家だったが、明治期の終わりには没落した。以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。